令和2年12月10日、阿蘇ロータリークラブは、コロナ禍で奮闘する医療従事者を励まそうと、阿蘇市内4カ所の医療施設にドリンク剤を寄贈しました。今回の寄贈は、阿蘇ロータリークラブが医療施設に何かできることはないか打診したところ、マスクなどは足りているので、コロナ対応で疲弊している医療従事者やスタッフのために、 ドリンク剤が欲しいとの意見を受けて行ったものですこの日、阿蘇市宮城の阿蘇山並病院を訪れた阿蘇ロータリークラブの岩永康隆会長らはドリンク剤1300本を手渡し24時間体制で大変なご苦労だとは思いますがどうか頑張ってくださいと激励の言葉を送りましたこの阿蘇ロータリークラブのドリンク剤の寄贈は この日、他にも阿蘇医療センターなど阿蘇市内合計4か所の医療施設に合わせて3400本が贈られました。